それでは両選手の入場です。まずは橋本森弘プロ、どうぞステージにお願いいたします。続いて鈴木武弘プロです。さあそれでは試合の準備をお願いいたします。
Thank you.
みんな走るの森リレーから。さあ見事ジャパンステージ15熊本の優勝いたしました橋本森弘プロ、おめでとうございます。そうですね、やっぱり今すごい調子も良くて、誰にも負ける気がしない時で、決勝になるとやっぱり力入っちゃうんだなっていうのをちょっと実感痛感した、試合だったと思います。そうですね、やっぱり最終レグまで行って、センターコーク取って先行だったんで勝たなきゃいけないなっていう試合でしたと、そう思います。やっぱりやるからには優勝したいんですけど、年間ランキングっていうのもあって、やっぱりその年間ランキングで一つでもやっぱり上に行きたいなっていうのもあるんで、ね、16とか8とかそういうところで負けてる場合じゃないなって思うんで、一つ一つ勝てるようにまた一から練習したいなってそう思います。年間ポイント的にもね、頑張らないといけないところだったので、本当にね、決勝まで行けて、まあ、しかも優勝できて本当に嬉しいですね。で、前回も決勝に残ってたと思うんですけど、本当に最近調子いいと思うんで、本当に手強い相手でしたね。今日も苦しくて、本当にまあ最後まで粘り切れて本当に良かったなと思います。もう3戦とも優勝するつもりで挑みたいと思うんで、全部勝ちたいと思います。